部首が一屋根の漢字を決めることです。まず筆先を整えます。筆先は赤い絵のようにゆっくりと納得いくまでがっちり尖らせましょう。では一屋根を描きます。一画目は左払い、筆先をつけてからだんだん細く緩やかなカーブを描く、そんなイメージです。二画目は右払いです。最後の払いは自然に太めに、そしてゆっくりと形をつけましょう。傑作品はやばい字を書いてこそなんぼです。いっぱい書いていきましょうね。かっこよく書くコツは、赤字のように強弱をつけ滑らかに、そして最初から最後まで太いまま細いままではなく、メリハリをつけていきましょう。やばい字を書きます。左右の払いが安定せず太いまま、センターを軸として左右対称になるように練習していきましょう。書くことを恐れず、字をくねくね曲げず、いっぱい書いてなんぼです。個人差はありますが、毎日の練習は上達の秘訣です。応援しています。頑張って。上達のコツは、お手本をよく見てどこがネックか気づくこと、そしてちょっとした発見からみるみる上手になり自信がつくので、自分の筆跡に合った字を探してみてくださいね。ではどんどん練習しましょう。右払いは個性を生かし、そっと細めに払うもよし、ドカーンと強調させるのもよしです。何度も繰り返し練習していくうちに、感覚でコツがわかるようになるので、やってみてください。二画目の右払いは個性を生かして、どっしり書いたり可憐に書いたり、それぞれやってみましょう。実践で今を書きます。左払いが美しく、全体的にぽってりして、筆圧はやや強めです。コツは、赤丸は等間隔にし、カタカナのラの一画目はやや右上がりにします。四画目は横から左払いに移るとき、筆を軽く止めてから徐々に細くなるように書きます。やばい字を書きます。一画目が二画目より若干短く、左払いが弱い感じがします。右払いは最初はもう少し細く書けば見栄えが良くなります。練習してもうまくなんないよとか腐らないで、コツコツ楽しみながら美しい字になる変化を観察しましょう。改善するコツは、一画目が短くて二画目が長いので均等になるように心がけましょう。カタカナのラの字の左払いはふにゃふにゃした感じになっているので、しっかりと自信を持ってシャッと払いましょう。次は会議の会を書きます。筆圧強めが売りなので、そこを生かしどっしりとした字になりました。美文字のコツは、赤字の通り一画一画を丁寧に、お手本をよく見て頭に叩き込みます。イメージトレーニングも大切ですよ。やばい字を書きます。
絵手紙のような下手馬の字のような印象です。しかしここでの趣旨は美文字を目指し綺麗な字を書く訓練です。コツは筆の入りや収筆を集中しながら書きましょう。全体的に均等な太さゆえメリハリがないのが弱点です。最初は太く書きつつだんだん細くスッと書けるように練習していきましょう。大丈夫ですよ。書けば書くほど上手になり意欲が出ます。応援しておりますので頑張ってください。